C 級軽巡洋艦は、イギリス海軍の軽巡洋艦の艦級。艦名が C から始まることから名称がついた。本級は、カロライン級、カラヤビ級、カンブリアン級、戦闘級、カレドン級、セレス級、カーライル級の7つのサブクラスに分類される。その小ぶりな艦型にもかかわらず、本級は、北海での過酷な環境において有能であることが実証された。 戦闘級の改良型、同型四隻、本型、シアリーズ級、カーライル級の三つをまとめて、後期新級とも呼ばれる。タービンに減速ギアが搭載され、水雷並走も艦内埋め込み式から、甲板上旋回式となった。カレドン級の改良型、同型五隻、環境の位置を後方に下げて、高くし、一1二番砲塔の配置を環境前後部に配置する形から、 環境全部に背負い式へ配置する形に改められた。これにより前方火力が増し、環境に波が被りにくくなっている。シアリーズ級の改良型、同型五石ケープタウン級と呼ぶ資料もある。それまで批判のあった両派性を改善するため、艦首にシアーを設けた。これに伴い外反にナックルラインができている。この艦首がトロール船に似ていることから、 トローラーバウとも呼ばれた。ありがとうございます。